駅側ホームから地元の方々によるお見送りがございます。吉野川では夏の風物詩ラフティングを楽しんでいる皆様がいらっしゃいます。進行方向を右手、後ろ側をご覧ください。V字型の渓谷が、よろしければ進行方向左手側の窓から人を覗き込むようにご覧ください。私にバックして出発しております。こちら側にこの後ですね、画面の、ね、こちら側にですね、線路が見えております。この線路に入ります。この線路の左下、この支点台にですね、小さな木がございます。ぜひこちら側の窓までお越しいただいてご覧ください。
これから運転士が運転台交換のため車内を通らせていただきます。本日の運転士は門津運転区の前田です。この先も安全運転で参ります。運転士が車内を通る際握手をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。はい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 。これから最大限のパワーを出して急な線路を登っていくところですが、今はその必要もなく、もう一度右手の滝をご覧いただくためゆっくり発車しております。左手には先ほど降り立ったつばぜり駅が見えてまいります。それではこちら、つばぜり駅がある場所はもともと川湯が苦しんで登るほど急流という意味の愛苦し谷川の谷底でした。この付近に平坦な場所を作るために川の流れを変えて駅を作ったそうです。次に入りますトンネルを越えるとすぐ左側に水の流れを